この動画は 180VR3D 映像対応の動画です。 VR ゴーグルを使用すると仮想現実を体験することができますので、 VR ゴーグルをお持ちの方は装着をお願いします。香川前田家二代当主であり、高岡の会社でもある前田利長公の菩提寺として知られる曹洞宗の名刹、三代当主前田利天によって建立され、造営には約20年もの歳月が費やされました。特に三門、仏殿、宝堂は近世人建築の傑作として国宝の指定を受けてきます。建築はもちろん、総門から三門へ至る玉砂利の白さ、三門から仏殿へ至る芝の浅さが美しい国宝高高山瑞龍寺を紹介していきます。こちらの受付で代金を支払い入場します。入場料大人500円、撮影の許可もこちらでいただきました。ご本尊の撮影もやんわりとなら別に OK とのこと。総計焼造りの薬院、この総門は国の重要文化財に指定されています。寺院にはこちらから入場します。これをくぐって三門までの参道の左右に配された白砂利が美しく映えます。正面にあるのが三門、右手には浴室、左手が東司。東司というのはトイレのことですね。早期焼きの重層入場屋造りの三門は国宝に指定されています。層に宝冠釈迦如来と十六羅漢が安置され、下層左右に金剛力層が配されています。三門を抜けると正面に仏殿、左には禅堂、右は大栗といって仏殿に備える食事を調理する場所が見えます。早期焼きの入れ小屋作りで力強い道具、仏殿は国宝に指定されています。内部は吹き抜けになっており、47トンもある鉛瓦の屋根をエビ香料など見事な組み物で支える構造はとても優雅で美しいです。本尊の釈迦如来、普賢菩薩、文殊菩薩の釈迦三尊堂の方がダルマ座像、バツダラ尊者像が安置されています。前田利長の位牌を安置する宝堂、早期焼き造りとなっています。宝堂も国宝に指定されています。
伽藍とは寺院の建築物の総称を言います。瑞龍寺の伽藍は鎌倉時代に禅宗とともに日本に渡来した中国の寺院建築を模して建築されています。この高廊下も国の重要文化財に指定されています。国宝宝堂内外陣客殿書院造り内外陣天井には狩りの屋忍筆四季の百花草が描かれています。正面には鳳凰の欄間、内陣中心には前田利長公の部屋が安置されています。大佐堂は瑞龍寺創建時に作られた建物で、住職の接品や行事の打ち合わせなどを行う場所ですね。防火建造物である土蔵造りの手法を用い、外壁を大壁とし、内部は土天井とするなど大変珍しいもので、この建物も国の重要文化財に指定されています。伊達天立像、太閤裏正面に祀られています。伊達天は中国渡来の大幕系仏師韓密の作と言われています。仏教孤児の守護神として祀られ、足が速いことから伊達天走りの語源にもなっています。瑞龍寺には東寺の守護神薄寒明が祀られています。本来は東寺で祀られていましたが、250年前に東宗火事で焼失したために、今は宝堂に祀られています。像は県政の重要文化財です。こちらは禅堂、禅を組む場所ですね。国の重要文化財に指定されています。少し中を見てみましょう。中は真っ暗でどうなってるのかよくわかりませんね。
いかがでしたでしょうか。御朱印ガーラもそうでない方も気になるのが御朱印。ジュエリーズでは牛さん妙の営利の御朱印が受けられます。御朱印を受けたい方は事前に受付に御朱印帳をつけてからの参拝をお示しします。ジュエリーズの印の入った御朱印帳も販売されていますよ。高岡駅ジュエリーズ口より徒歩約10分、新高岡駅より徒歩約15分、新幹線を利用する場合は新高岡駅から下車が便利です。興味のある方はぜひ一度足を運んでみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。